エドワード・エス・モース、エドワード・シルベスター・モース、エドワード・シルベステル・モールス、1838年6月18日から1925年12月20日は、アメリカの動物学者、標本採集に来日し、壊れて東京大学の親とい教授を2年務め、大学の社会的、国際的姿勢の確立に尽力した、大森貝塚を発掘し、日本の人類学、 考古学の基礎を作った。日本に初めてダーウィンの進化論を体系的に紹介した。幼児のモースはモールスとも書かれる。メイン州ポートランドに生まれた。高校は入り大学を繰り返し、製図校の務めも長続きしなかったが、13歳頃から採集し始めた貝類の標本は学者が見学に来るほど充実していた。1854年。 18歳で博物学協会に入会し、1857年に新種のカタツムリを協会市場に報告した。ダーウィンの種の起源が出版された1859年から2年余り、海類研究の縁でハーバード大学のルイ・アガシー教授の学生助手を務める。アガシーの教授を受ける中で、アガシーがワンソク類を疑難体動物に分類していたのを疑問に思ったのが、 万足類研究を思い立ったきっかけであった。アガシーやジェフェリーズ・ワイマンの講義を聞き、ワイマンの海塚発掘にも関係した。生物学会に人脈も作った。1863年にエレン・エリザベスオウェンエレン・エリザビスエンと結婚。公演に立て、その謝礼金が生活を助けた。1867年、ジョージ・ P ・ボディの寄付を得て、 三人の研究仲間とセーラムに、ピーボディ科学アカデミー、1992年以降のピーボディエセック博物館を開き、1870年まで、南体動物担当の学芸員を務めた。1868年、セーラムに、修正の家を構えた。1871年、大学卒の学歴がないにもかかわらず、31歳で、ボーリン大学教授に就任し、 ハーバード大学の講師も兼ねながら、1874年まで、ボーリン大学で過ごした。1872年から、アメリカ科学振興協会の幹事になった。進化論の観点から、湾足動物を研究対象に選び、1877年、明治10年6月、湾足動物の種類が多く生息する日本に渡った。文部省に最終の了解を求めるため、 横浜駅から新橋駅へ向かう汽車の窓から貝塚を発見。これが後に彼によって日本初の発掘調査が行われる大森貝塚である。訪れた文部省では富山省一から東京大学の動物学生理学教授への就任を加われた。江ノ島に臨海実験所を作ろうとも言われた。翌月に当たる7月、東大法理文学部の教授に就任。 当時、設立されたばかりの東大の外国人教授の大半が研究実績もない宣教師ばかりだったため、これに呆れたモースは彼らを放逐すると同時に、日本人講師と協力して、専門知識を持つ外国人教授の来日に尽力。物理学の教授にはトマス・メンデンホールを、哲学の教授にはアーネスト・フェノロサを圧戦した。さらに、計2500冊の図書を購入し、 寄贈を受け、東大図書館の基礎を作った。そして、江ノ島の漁師小屋を臨海実験所に改造し、7月17日から8月29日まで採集した。9月12日、講義を始めた。9月16日、動物学科助手の松村勤さんや、生徒であった佐々木忠次郎、松浦作用美子と大森貝塚を掘り始め、出土品の夕品を、 教育博物館に展示した。9月24日、東大で進化論を講義し、10月、その公開講演をした。大学での講義や研究の合間を縫って、東京各地を見物し、日光へ最終旅行をもした。これらの間に、多くの民芸品や陶磁器を収集したほか、多数のスケッチを書き残した。11月初め、一時帰国した。 東大と外務省の了解を得て、大森貝塚の出土品の重複分を持ち帰ったが、この出土品をアメリカの博物館、大学へ寄贈し、その見返りにアメリカの資料を東大に寄贈しもらうという国際交流を実行した。1878年、明治11年、40歳、4月下旬、家族を連れて東京大学に戻った。6月末浅草で、 大森村にて発見せ自然世界古記物を500人余りに講演し、考古学の概要、旧石器時代、新石器時代、青銅器時代、鉄器時代の区分、大森海塚が新石器時代に属することを述べ、出土した人骨に傷があり、現在のアイヌには食人風習がないから、昔の日本にはアイヌとは別の食人する人種が住んでいたと推論した。 演説会の主催及び通訳は、えぎ公園であった。公演の中のプレアイヌ説は、考古学の主流にならなかった。7月中旬から8月末まで、最終に北海道を往復した。この間、函館にも臨海実験所を開いている。10月の東京大学生物学会、現在の日本動物学会の発足に関わった。日本初の学会である。 この対日期には、進化論、4回、動物変身、論、3回、動物変遷論、9回の連続講義をはじめ、陸外、ホヤ、泥鉢、ワン足類、ナメクジ、昆虫、氷河期、動物の成長、雲猿、サルなどに関する多くの学術講義や一般向け講演をした。えぎ高藤が主催した、エギ学校講談会の常任講師であった。 動物変遷論,論は、1883年、モースの了解のもとに、石川千代松が、動物進化論の名で役所を出版した。貝塚の土器から興味が広がり、1879年初から、荷川の利種に、日本の陶器について学んだ。5月初めから40日余り、九州、近畿地方に最終旅行をし、陶器作りの見学もした。この折に、 大阪府八尾市の高安古墳群を調査し、海山塚古墳の内部のスケッチを添えた、論文、日本における、ドルメンを発表している。1879年7月、大森海塚発掘の商法、シェルマウンズ・オブ・オモリを、メム・ワーズ・オブ・ザ・サイエンス・デパートメント、ユニバーシティ・オブ・トキオ、東京大学理学部英文企業の、第一巻第一部として出版した。 時の東大総理、加藤博之に学術報告書を刊行し、海外と文献類を交換するよう勧めたのである。この中で使われたコードマークとパッテリーが日本語の縄文暦となった。1879年8月10日、かと山、現在の熊谷市内の横穴母群を調査し、その31日、東京大学を満期退職し、9月3日、離日した。 後任には、チャールズ・オーティス・ホイットマンを圧戦した。再帰国、1879年9月帯。この時期、大森海塚発見報告について、ネイチャー史上で、フレデリック・ビクター・ディキンズに批判されており、モースはダーウィンに書簡を送り、その結果、ダーウィンの推薦文とモースの記事が、ネイチャー史に掲載されている。1880年7月。 フルスのピーボディ科学アカデミーの館長となり、講義講演の活動を続けたが、日本の民具、陶器への執着はやまなかった。1882年、明治15年、44歳6月初、家族を残し、日本美術研究家のビデローと横浜に着いた。東大側は歓迎支宿舎を提供した。あちこちで講演し、カブト山の裁縫もしたが、 今回は、ミングと陶器の収集が目的で、ミングは、ピーボディ科学アカデミー用であった。大隈重信が、所蔵の、全陶器を送った。7月下旬から9月上旬まで、フェノロサ、ビゲローラと、関西、中国へ収集、見学の旅をした。そして、武具や、和書も集めた後、1883年2月、単身離日した。離日後、 東南アジアフランスイギリスを回って収集し、6月ニューヨークに着いた。集めた民具は800点余り、陶器は2900点に上った。1884年46歳、アメリカ科学振興協会の人類学部門選出、副会長。1886年同協会会長となった。1887年、1888年、 1889年にもヨーロッパへ学会や日本の陶器探しの旅をした。1890年、52歳、日本の陶器の約5000点のコレクションをボストン美術館へ売却して管理にあたり、1901年、その目録、カッタラグ・オブ・ザ・モールス・コレクション・オブ・ジャパニッツ・パッテリーをまとめ上げた。1898年、明治31年、 東京帝国大学、後の東京大学における生物学の教育、研究の基盤整備、日本初の学会設立などの功績により、日本政府から訓三等局実中受賞を受けた。1902年、60歳を超えたモースは、二十数年ぶりに動物学の論文の執筆を再開し、1908年に渡米した石川に対しても、私は当期も研究しているが、 動物学の研究も止めない。と述べるなど、高齢になっても研究に対する執念は尽きなかった。1913年、75歳となったモースは、30年以上、前の日記とスケッチをもとに、ジャパンデイバイデー、日本語訳題、日本その日その日の執筆を開始。1914年、ボストン博物学会会長となった。1915年、 ピーボディ科学アカデミーから解明した、ピーボディ博物館の名誉会長になった。1917年、ジャパンデイバイデイを書き終えて出版した。1922年、大正11年、日本政府から君に陶水報奨を受けた。1923年、85歳、関東大震災による東京帝国大学図書館の壊滅を知り、全蔵将。 東京帝国大学に寄付する旨、遺言を書き直した。1925年、大正14年、87歳になってもなお手術後の静養中に葉巻を吹かすなど健康だったが、脳一血に倒れ、12月20日に、貝塚に関する論文を絶筆に、セーラムの自宅で没した。遺言により、脳は、翌12月21日に、 フィラデルフィアのウィスター解剖学生物学研究所に検体され、1万2千冊の蔵書が東京帝国大学に移蔵された。遺体はハーモニーグローブ墓地、アルモニーグローブセメタリーに葬られている。翌1926年、大正15年、東京人類学会は人類学雑誌第41巻、第2号でモースの追悼特集を組み、 彼の教育を受けた研究者たちの回顧録が掲載された。大森貝塚が取り持つ縁で、大田区とセーラム氏とは姉妹都市になっている。埼玉県熊谷市の石上寺に銅像が設置され、2015年12月20日に除幕式が行われた。左右の手で別々の文章や絵を描くことができる両手両機器であった。ジャパンデイバイデイに掲載されたスケッチも、 両手を使って描かれたもので、両手を使うので普通の人より早くスケッチを終わることができた。講演会でも、両手にジョークを持って黒板にスケッチを描き、それだけで聴衆の拍手喝采を浴びるほどであった。脳を検体するという遺言,言も、両手両利きに脳が与える影響を研究して、欲しいというモースの希望によるものである。妻エレンとは、数おかず目を設けた。 長男ジョン・モースは保険検査などの火災統計の調査官になり、長女イーディスはストーンエディス社の重役で不合として著名だったラッセル・ローブに嫁いだ。リブクラスイコールレフレンススモール楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。